はい、買ってきました。キャラメル。いっぱい入ってるでしょ。これを舐めると喉がね、ちょっと柔らぐんですよ。龍角散の喉飴ももちろんね、舐めるんですけども、こう、なんていうんですかね、粘りっ気のあるキャラメルもこんな時はいいかなと思いまして。ちょっと後ろ下がりましょうか。はい、後ろ誰も来ないでよ。これね、やっぱりこう、さっと入ってくる人がいますからね。バックカメラ確認。後ろ左右確認。うし、うし、うし。このくらいの車になるとね、スーパーの駐車場ほんとギリギリなんですよ。だからやっぱ軽自動車がいいですね。うん。いやー、特にね、ミニバンとかがね、増えてるじゃないですか、ここ10年ぐらいで。まあほんとどこの駐車場もね、カツカツですよ。で、スライドドアだけども、スライドドアって一回外にせり出すでしょ。で、結局横幅がいるんですよ、あれは。はい。ね、車を避けてくださる自転車の方がいらっしゃいますね。主に中高生ですけどもね。やっぱね、子供たちを守っていかなくてはいけないですよ。綺麗事じゃなくて。信頼される大人にならないといけないんですよね。うん、私もね、なんかこんなこと今更言うのは恥ずかしいんですけどもね。でもやっぱり、我が子も、皆の子、我が子ですよ。そんなことわざはないけど。よし、おっとっとっと、止まらなくちゃ。スーパーはね、やっぱ4時半過ぎて、あ、4時か、今4時ですね。今4時、すごいいっぱいいましたね。で、道譲り合って、あ、これも譲りましょうか。これもね、もう1台ぐらい行ってもらいましょうか。あ、大丈夫ですね。これ行かせればいいですね。しまった。しまった。すいません。もうすいません。なんかね、後ろにね、車ないんですよ。だから譲る方が不親切と思って、前に行ったら、対面から来てるのがいました。ちょっとね、前方後方確認不足でご迷惑をおかけしました。まあでも、皆さんそんな我先に道路を走らない方がいいですよ。それこそ2店舗ぐらい待つぐらいのね、感覚で道路は行ってほしいなと思います。なんか先に行かないと損みたいな感じになって、譲るのが負けたみたいな感情を持っちゃうとね、それ事故のもとですからね。あれじゃないですけど、暴走事故じゃないですけどもね。それでなくても事故は向こうからやってきますから、急いで自分からね、事故を起こす必要はないですよね。慌てず急いで正確にと、かつて真田さんは言いましたけども、本当その通りで、その通りだと思います。慌てず急いで正確に、ね。ああ、でもなんか日が傾いてきて、ここは影だな。やっぱセルシオのね、ドライブ本当気持ちいいですよ。匂いからして違うし、この音、静寂性ね。で、これはローダウンにしてるんで、ちょっと振動はあるんですけども、ガクンガクンって上下するでしょ。でも本来なら、スーッとね、流れるように行きますから。あ、ガソリン入れないとな、これ。今日6月30日だから、明日入れよう。来月のガソリン代に計上しよう、これは。うん。やっぱね、いいですね。ベルファイアに午前中乗って、午後からはセルシオに一人乗り。で、いよいよあさって、トランザムが帰ってきます。ナイト2000仕様、いや、これも楽しみなんですよ。ナイト2000仕様のね、トランザムがピカピカになってね、それこそ細かいところまでメンテナンスし、車検バリッと通してキットの頭脳とともに帰ってきますからね。おい、キットって話しかけると、はい、マイケルって答えてくれますからね。無数の会話を楽しめるなと思います。で、過去の動画でファンベルトがちょっと調整できてない、キルキルキルってなってる動画が結構あるんですけども、そこにね、早く直せよってコメント結構書かれるんですけども、あれもうね、1年半以上前のことですから、さすがに直ってますよ。ね、もう、だから反論はしませんけどもね、まあそういう風に見えたんなら、あえてコメントを書かせてあげましょう。ね。で、コメントを書いてもらうと、それもね、実は、アクセス的には、広告料が入ってきますからね、私としては、ディスリコメントも大歓迎なんですよ。ディスリコメントでも儲かってしまうというね。ほんと YouTuber ってのはいいですね。動画を上げればとりあえずお金になるみたいなところがありますんでね。はい、じゃあ到着しましたんで以上でございます。キャラメル買ったの成功でございます。これから夜食べて大和くんと寝ようかなってところですね。お疲れ様でした。